トリリオンゲーム第6話、春、目黒蓮、株主の委任状集めに奔走株主総会当日、事件が。トリリオンゲーム、社に天才クリエイターの蛇島、鈴木康介さん、がやってきた。だが、金儲け主義の蛇島とハートを大事にする桜、原義隆さん、は意見が噛み合わない。間に入る額、佐野さん、は蛇島の何気ない一言が気になっていた。春、目黒さん、と祁答院、吉川浩二さんは、ゴップロの社長、上、塚本隆さんを退陣に追い込もうと、株主たちの委任状集めに奔走。鍵を握る所属俳優の氷室、曽田良介さんにも密かに接触を試みる。そして株主総会当日、事件が起こる。原作は稲垣理一郎さん作、池上良一さんがの同名漫画、小学館。目黒さん演じる、世界一のわがまま男、の春と、佐野さん演じる、気弱なパソコンオタク、の学という正反対の大学生二人がゼロから起業し、型破りな方法で1兆ドルを稼いで世のすべてを手に入れようと成り上がる物語。